磯谷佳代子は、日本の政治家、民主党所属の元衆議院議員、愛知県出身、愛知県立大学文学部卒業後、金融関係会社で1年間勤務。退職後は定職に就かず、9年間アルバイトで生活。その後病気がちの両親の看病と介護をするようになり、そうした家庭の都合からアルバイト先6カ所を転々と、した。 2001年頃から2005年日本国際博覧会の市民プロジェクトに参加したが、それ以外は友人のデータ整理業務の仕事の受け負いなど引き続きパートタイムの仕事をしていた。2004年10月に父親が死去。2008年5月には母親も他界した。未婚のためその後現在まで一人暮らしである。2009年7月民主党は 第45回衆議院議員総選挙の比例党開ブロックにおいて当初の想定以上の当選者を出すことが見込まれ比例代表候補が足りなくなる恐れが生じたこのため工事直前になって比例代表候補を急遽増やす必要性に見舞われた民主党執行部は仕事を辞める必要がなく立候補に必要な住民票などをその日のうちに出せる 人という条件を提示し、地方支部に急いで、候補者を探す、要指示。これ受けた、民主党参議院議員の谷岡育子は、周囲の知人など数名に声をかけた。そのうちの一人が、愛知万博の市民プロジェクトで知り合い、2007年の第21回参議院議員通常選挙に、谷岡が立候補した、際の選挙事務所スタッフにも加わっていた。 磯谷であった。磯谷はアルバイトのみの無職だったため、仕事を辞める必要がなく、執行部定時の条件に合致。谷岡の依頼に磯谷のみが横託したため直ちに、磯谷を党本部に推薦、41位記載の比例単独候補として、工事のわずか3日前に立候補することとなった。磯谷が比例名簿への搭載を自ら確認したのは、 当の資料等ではなく公示日当日の新聞だったという。磯谷はこの時の心境をツイッターにおいて、昨日、これぞ、晴天の霹靂という事態が発生。人生、いろんなことがあるものですと綴っている。谷岡から、人に迎合しないところが政治家向きと評価されたものの、名簿順位再開の数合わせのための立候補であり、当選の見込みがなく、 本人も当選する気は元よりなかったことから選挙期間中ももっぱら他の候補の運動の手伝いに終始した。個人事務所も開かず、谷岡の事務所に詰めていた。立候補者としての自身の該当演説はわずか2回であった。同年8月30日投票の結果、民主党は比例党会ブロックにおいて11議席分の得票を獲得。 超複立候補した候補者のうち29人が小選挙区選出となったため、比例名簿順位40位までが当選となり41位の磯谷は辞典となった。しかし、みんなの党が比例代表の得票を一議席獲得したにもかかわらず、同党唯一の比例代表候補であった佐藤強氏が超複立候補した小選挙区において、 得票率8.3%にとどまったため、比例復活当選とはならず、この議席が民主党に重当された結果、名簿順位で辞典となっていた磯谷が、当選確定となった。当選が決まると、負け組側の一人として、現状を変えたいと意欲を見せ、みんなの党の候補者不足による、ボタ当選であることは認めつつも、いろいろな事情を抱えた人々の話を丁寧に、 聞きたい、人々が効果を実感できる政策を一つ一つ実行していきたいと、と抱負を語っている。当選後は、谷岡の個人指導を受け党員に備え、第172回国会の初党員時には、天気と同様、晴れやかな気分。アルバイトやパートを転々としただけに、非正規雇用の問題に取り組みたい。 私のように看病や介護で安定した生活を送れない人の力になりたいと述べた。また当選時には約20年前の大学卒業の折に作ったというスーツしか持っていなかったためデザインが古くて着られないと判断し国会初党員に備えてスーツを新調。1桁違うからと財布の中身を気にしながらベージュとグレーのスーツ上下2着を購入。 予算内に収まったと語る。愛車は15年以上使用しているミニで、信号で止まると時々エンジンも停止する。しかし、2010年の資産公開において、約1576坪の土地や時価2200万円相当の株式などを保有していることが明らかになり、前述のような人物像との乖離から話題を呼んだ。 2011年8月、菅直人の首相大臣に伴う民主党新代表を選ぶために行われた民主党代表選挙に際しては候補者の一人である、馬ぶ澄夫の推薦人の一人に名を連ねた。2012年12月16日の第46回衆議院議員総選挙では、愛知14区から民主党公認で出馬するも落選。その後、引退宣言。 ありがとうございます。